おはようございます。佐渡伊藤酒店晩酌151、今朝も 朝からやっております。5時45分に、スタート。早朝ウォーキングで、ちょっとさっき帰ってきて3500歩ぐらいか歩数ばっかり気にしておりますが、結構いい汗をかくようにだんだん暖かくなってきております。半袖でも大丈夫なぐらいに。で、最後の仕上げはいつものようにラジオ体操です。今ラジオは天気予報とか交通情報をやって、その後いよいよ6時半から始まるんです。あちこち行けるとこだらけですけど、まあ少しずつ動かしていけばラジオ体操のピアノのリズムというかスピードに、追いついていけるんじゃねえかということです。前曲げたり後ろ反ったりするのが辛いけど、はい、もうすぐ6時半です。じゃあ始まります。以上です。